マタロウは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県にあるムニシピ。古代ローマ時代にあったイルロという村に起源を持つ。近年には、紀元前1世紀のローマ浴場遺跡が発掘され、見学することができる。N-11 海岸高速道は、かつてあったローマ街道と同じ場所を通る。マタロウは19世紀当時、死傷格に必要な人口を持っていなかったが、王国条例により、 都市と宣言された。スペイン発の鉄道路線は、マタローイコールバルセロナ間で、1848年10月28日に開業した。事業を指揮したのは、カタルーニャ人で、マタロー出身のミゲルビアダであった。この路線は、レンフェアール一郊外線として、今もルスピタレートダ・リブラガートマッサネス間を往復している。マタロは、自由度 C-32 で、 ジローナと自由度を C-60 でグラノリエースとつながっている。19世紀には伝統的なブドウは畑が外中フィロキセラの大流行で全滅し観光の成長と一体の考え発展のためにわずかに一部が植え替えられた。ジャガイモはワイン用ブドウの代替用作物として最初に持ち込まれ特にロイヤルキドニー種のジャガイモは1932年に 保護品種とされた。その他にはレタスや豆が収穫され、ほとんどが輸出に回されている。切り花の生産は、マレズマ軍の多治体ほど重要ではない。1986年当時の自治体内の考え地は、農業用10.57平方キロメートルのうちの9.13平方キロメートルを占めていた。ありがとうございます。